YouTube ライブ、ああありがとう、ああ何これ、何の仲間、あ歌舞伎町仲間、あらありがとうね、新宿夜散歩 YouTube ありがとう。うーちゃさん、お菓子、お YouTube ライブ中、うちね頭ね、うん、これセンシティブかかっちゃった。え、何になっちゃったの？センシティブかかる。あ、センシティブ、あのね、頭ね切った。あ、そうなの。それでホチキスで5針縫う怪我しました。あ、そう。あ、じゃあでも病院行ったんですね。救急車で緊急搬送。あ、そうなの。じゃあ痛いね。転んじゃったの？転んじゃったの？壁に頭ぶつけた。あ、そうなんだ。ありがとう。あ、大丈夫？ありがとうね。あ、メロンニートさん。よかったら。ああ。募金のご協力だって。救急車。ああ、な、そっかそっか、救急車か。救急車で運ばれて、それでなんか縫って1万かかるって言われました。はい、ありがとうございます。みんな募金してくれて、募金してね、うーちゃさんの救急車代ね、よかったら皆さん募金してください。どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、なんか3ヶ月ぶりぐらい。そうですね、今日も配信中なんです。あ、配信中です。森博です。新宿夜散歩です。 YouTube、 はい。あら、お姉さんどうした。あ、まだ働かれてる、まだ働かれてる。あら、猫ちゃんのガールズバーでしたっけ。あ、ね、ご興味ある方は来てください。あ、なんかあれですよ、経営者の方がなんか韓国の方なんですね。あら、なんか前は夏だったからね、薄着だったけど今日は暖かそうなパーカー着てらっしゃいますのでね。あら、よかった、元気で。あ、ごめんなさい、じゃあありがとうございました、失礼します。あ、ありがとう。え、旅されてるの？違う？あれ、お休み今日は。 お休み。大丈夫、すごい若いじゃん。あれ、前あったっけ、前クリスマスにお菓子あげたっけ。あ、ビデオ、あ、ライブ、 YouTube ライブ、あ、We are from ジョンゴ、コリア。あ、そうなんだ。 あ、そっかそっか、じゃあ OKOK、 ただなんだろう、なんて言えばいいの。あ、そっかそっか、 OKOK。 あ、そうなんだ。あ、じゃあ耳が、あ、そっかそっか、ごめんね。あ、二人とも、あ、そうなんだ。かわいい。あ、お菓子あげるよ。かわいい。ありがとう。ありがとう。すごい。じゃあ、私のチャンネル教えとかないと。ちょっと待ってね。バイバイ、ありがとう、ありがとうね。あー、かわいいね。あ、お姉さん何の人、何の人。あ、モデルさん、ありがとう。 YouTube 新宿夜散歩 YouTube ライブです。あの、すごい着ぐるみが魅力的だったんで。え、これ有名な方ですか。あ、なんかグループ名とかあるんですか。なんかヤングスキニーです。ヤングスキニー。え、じゃあなんかインスタかなんかでヤングスキニーで調べれば。ヤングスキニーのかやゆうって名前で活動してて。あ、そうなんですか。あ、じゃあなんかアカウント今出します、なんか宣伝に。あ、じゃあ普通にあの、うん、ユーザー名忘れたんで、あの、ヤ
ヤングスキニーって調べたら出てくると思います。カタカナで、あ、そうです、91人。カタカナで、結構有名ユーチューバー。3000人ぐらいです。でも、ノーマルさんすごい有名。カタカナでヤングスキニーで。あら。あ、ヤングスキニー書いてくれてる。あー、ヤングスキニー。そうそうそう。で、出てくる。で、なんか、代表作がゴミ人間俺っていう歌。ゴミ人間俺っていう歌。あ、じゃあ歌歌ってるんですか。歌歌ってます。ギターとかもやってます。マジですか。そうそうそうすごい。じゃあその辺でライブとかされてるんですか。よく路上ライブしてます。あ、路上ライブしてる。新宿でですか、よく。渋谷とか。そうなんだ。新宿夜散歩で YouTube で検索すると、僕の新宿夜散歩。アーカイブ残りますか、これ。あ、はい、残ります。これ。でも可愛いから大丈夫です。うん、森博士。森博士。あ、今検索してもいいです。ひらがなで森博士でも出てくると思います。新宿夜散歩でも。面白すぎる。あ、これこれこれ、あ、どれかクリックしてください。これ葵ちゃん俺やん。これで初見さん、初見さんいらっしゃい。これライブ中です。やばい。なんかキンキンで宣伝してこととかあります。なんかどこどこでライブやるよとか、なんか2人の儲けにつながるような。今のところはちょっとなくて、まだ決まったら、はい、あ、そうなんですね。 Twitter とかで詳細出す。わかりました、わかりました。じゃあなんか販売とかはされてないんですか。いろいろライブとか。お、ライブとか。じゃあそういうの来てくれたら2人に儲けになります。お金入ってきます。ああ、じゃあいいですね。じゃあ皆さん、あのライブ、あの興味ある方は行ってください。お二人のね、儲けにつながるようにご商売。お金ください。 ください。ありがとうございます。だそうです。はい、寒くないです。寒くない、あったかそう。あ、お菓子いります。あ、いや、1個取ってください。よいしょ。はい。お、これでもう最後かな。あ、あ、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。バイバイ。あ、なめだるまジャンさんのお知り合いの方ですよ。誰ですか。あ、森博と申します。新宿、森博、はい、新宿夜散歩っていうシリーズ YouTube で上げてます。そうなんだ、はい、新宿夜散歩、はい、YouTube で新宿夜散歩って検索すると、そういう新宿で夜なんて、新宿に夜散歩する動画。新宿夜散歩、はい、へえ。森博です。森博さんっていうの、はいはい、どうもこんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。あ、ひどんなです。あら、ひどんなさん。え、お姉さん、ひどんなさんのことを、なめだるまジャンさんの動画で見たことあります。本当、はい、そうですよね。そう、なめだるまジャンさんとね。あら、ね、なんか池袋とかで違いましたっけ。チューも何回もしてます。あら、あ、チューも何回もしてる。チュー何回もしてる。え、お姉さんはなんか女の子クラブとかとは関係あるんですか。何それ。あ、女の子クラブって女装する。女の子クラブっていうのがあるの。はい、女装する人がバーみたいな、なんか、あるんだ、はい、なんか新宿五丁目とか。奈緒さんとか知ってます。なんか知らない、奈緒さん。全力歌劇団とか。全力歌劇団とかね、はい、はい、あ、知らないですか。そっちの会話の方とは違うの。これは YouTube ライブ。 YouTube ライブです。はい、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは、ひどんなさん。どうも皆さん、こんばんは。あら、あ、ひどんなさん、ふわっちです。すごい有名な人よって。嬉しい。あら、どうも。あら、こんばんは。あら、こんばんは。ようこそ。え、ひどんなさんはよくあれですか、新宿歌舞伎町でライブ配信してるんですか。あの、全然、うん、今日はたまに、あの、今日まれで。あら、まれで。そうなんです。いつもは違うところで。いつもはね、あの、足立区なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、足立区を拠点として。あら、母親が、あの、足立区梅島の出身です。私、あの、観光大使です。親善大使です。あ、そうなんですか。足立区の。
足立区のホームページに載ってますの、はい、あの役所の。あら、あ、そんな、あ、すごい。載ってるんですよ。載ってるんです。え、西新井とかじゃあ活動されてるんですか。西、あ、私西新井に住んでるんだね。あら、うん、そうなんです。ああ、じゃあなんかあれが、なんか親しみが湧きますわ。ねえ。はい。お見知りおきを。ああ、すいません。どうもお引き止めして、どうもありがとうございます。ね、ありがとうございます。おいくつなんですか。あ、私43です。43歳。はい、ご結婚されてるの？してないです。あら、そう、やっぱり。彼女は？彼女は今いないです。いないのね。はい。ありがとうございます。どうも。すいません、ありがとうございます。どういう女性がタイプなんですか？そうですね。まあいろいろいますけど、いろんなタイプの女性が好きです。その時によって違いますけど。いろんなタイプ。いろんなタイプ。あ、なんか少女のように可憐な。少女。はい。なんかとおお、まあ、年齢が結構、ね、高い方でもなんか可憐な女性いるじゃないですか。30代40代でも、ね、あ、なるほどね、なんかタイプ的になんかこう可憐な少女のような、知ってても、ね、あ、可憐な感じの子、はい、そう、例えば誰ですか。そうですね、なんだろう、ある種まなみさんとか、まなみさん、はい、あの元ホームレスまなみちゃんとかもなんか最近動画に載ってますけど、あの方もなんか ある種少女性ないですか。あの方もまなみさんって誰なんだろう。あ、まなみさん、ホームレスまなみさんですよ。有名な方誰。有名な方ですよ、歌舞伎町で。有名なの。はい、 YouTube で有名なんですか。 YouTube で有名です。いっぱい動画出てますし、私の動画にもインタビュー載ってます。インタビューされてる。はい、ホームレスマナミ、ホームレスだった時があります。あ、マナミさん。私の新宿夜散歩のシリーズにも載ってますよ、マナミさんのインタビュー。はい、なるほどね、はいはい。中身が子供だってこと？なんか、うん、なんだろう、ちょっとこう幼い感じが魅力的だと思うんですけど、うん、なんかゴミ捨てちゃったりとか、その辺に、それで私が拾って僕が捨てときますからみたいな。あ、なるほどね、はい、本当、はい、まあ、あれかな、だから中身がだからあれだね、ちょっとそうです、まあ、中身がちゃんとしてないんでしょうか。中身がちゃんとしてないって、ね、うん、純朴な純朴というか、あれでしょ、キュアというか、なんだろう、それは純朴と言わないわよ。あら、純朴のその言葉をちゃんとあなた謝ってるわよ。あら、僕謝っちゃってる、やだ、その言葉、どうしたの急に。あら、あら、謝っちゃってる。あら、また、はい、ありがとうございます。木が3つの森に、博士の博に、歴史の詩です。森博史です。新宿夜散歩の森博史です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。木戸奈さん